昨日、2023年5月25日、NHK のテレビを見ておりましたら、横浜市緑区のインド人について放映しておりましたので、今日はその内容を抜粋してお話ししたいと思います。国際都市の横浜は日本人にも人気が高いですよね。関東地方の住みたい街ランキングでは、2018年以来、総合1位を獲得し続けています。 横浜市が選ばれる理由は複数あります。まず公共交通サービスが充実しておって、横浜市内に加えて神奈川県内の主要都市や東京都へのアクセスが非常に便利なんですね。で、横浜に乗り入れている各路線の沿線には、まあ通勤通学に便利で安全で、まあ緑が多く、しかも家賃が都心に比べてリーズナブル。 そんななようなことでですね、住宅地から市内のビジネス街は比較的短時間での通勤が可能ですね、それで横浜市の発表した2022年度中の人口動態調査によると市の全体人口は2434人減っていると。 ところが、まあ、その外人人口については7399人が増加していると、ですから減ってはいるものの、まあ、外人さんが増えていることによって減り方が少なくなったと、それで横浜市全体でですね約11万近くの外国人が住んでいると、それでこの,あの市単位で、日本全国市単位でいくと、大阪市が一番多くて、ですね約15万人ぐらい。 そして次が横浜市ということでね、非常に外人さんが住みやすい街なんですね、横浜市は。まあ、国籍を見てみると、まあ、中国が一番多くて、それからネパール、インドとまあ続いていると。で、まあ、在留資格別では留学と永住者のまあ増加が大きかったと。このようなことを言ってますね。それで、その横浜に 外国人が多い理由というのは、まあ外国人居留地として栄えた歴史とか、外国人にとって親しみやすい雰囲気があるからなんでしょうね。企業も多くあって、留学はまあビジネスで在留する機会が多いと。それで市内にはなんか10校のインターナショナルスクールとか複数の外国語対応病院がある。それから、 横浜市国際交流協会が通訳や多言語相談サービスなどがあるとか、日本語教室などを提供、まあ、さらにあのバイリンガル情報誌とかああ、いろいろですね、そういうスポーツクラブとか、外人が生活しやすいということなんでしょうね、それで25日の NHK のテレビでやってたのは、横浜の緑区。 のおある団地の紹介をしてたんですがこのですね緑が丘団地に住むですね、えー、インド人が800人もここに住んでるらしいんですよ。それでやはり言葉の問題とか、まあ、習慣の違いなんかがあるので、えー、ここの団地ではですね、えー、そのあ空になってた店舗を活用してカフェを作って でそこでインド人と日本人の,あの文化交流の場に、まあ、ダンスをするとか言葉を覚えるとか、まあ、大人から子供まで交流の場となって効果を上げているというようなことをやっておりましたが今後、ですね外国人旅行者だけじゃなく、まあ、居住者も増えてくると思いますのでこういうようないろいろな形でですね外国人との文化交流の、まあ、経験を積み上げですね 外国人も日本人も住みやすい町に作っていくというようなことが大事だなというようなことを今日は感じました。